1978年のパンケカリ乗降場と周囲約500メートル範囲、右上が門別方面。線路と国道239号店北線との間をおこっペ川が流れ、左上から流れてくるパンケ川が合流している。このパンケ川沿いに開拓者の小さな集落があった。中央の村道の十字路から駅前の踏み固められた空き地へ小さな小道が、 続いている。空き地前から中央コッペ側へ少しずれた位置に、不明瞭をながら、ホームが見える。ホームへの昇降海岸は、門別側にあった。近くに、待合室は見当たらない。パンケ川沿いの集落は、今はほとんど離村してしまった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成半径駅は、 北海道門別郡をコッペ町アザウツに、かつて設置されていた、北海道旅客鉄道ナヨロ本線の駅である。ナヨロ本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した4月30日時点で、折り4本、上り4本。1948年から、戦後開拓者がパンケサー上流に入植していたが、 電気もない生活の上、1953年の例外によって離農が始まった。1954年の東山る台風による風、倒木搬出のため、一時期はパンケサワ上流にも林業関係者が多く出入りしていたが、それも1965年頃で終わり、この地は落農に切り替えた、わずかな農家を残してほとんど無人地帯となった。廃止時点で、 一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。仮上工場に出場を持つ無人駅となっていた。当駅が所在していた地名、半径より、地名はアイヌ語のパンケニュープに由来するとされている。当駅近くをコッペ川支流の一つ、パンケ沢が流れる。2011年時点では、当駅の遺構は何も残されていない。駅跡付近は草木で埋め尽くされている。 また、2011年時点では当駅跡の名寄方に、こっぺ川支流のパンケ川にかかっていた、パンケ川橋梁の鉄骨ガーダー橋が残存しており、国道の左側に確認できた。パンケ駅跡から名寄方に残っているパンケ川、橋梁パンケカリ上降上に関するカテゴリー。ありがとうございます。